今日のお題はすだちだよ。すだちって鳥のひながすを離れる時の。それはすだち、今回は柑橘類のすだちだね。それじゃあ説明していくよ。すだちはみかん科みかん属の常緑中低域の高山柑橘類だよ。原産は日本の徳島県とされているね。日本が原産なんだね。すだちっていう名前はどこから来ているの？名前の由来は昔に食すとして使っていたことから、すの立花からすたちばなと名付けられて、それが変化してすだちとなったんだ。なるほどね。見た目や味はどんな感じなの？果実は直径3から4センチで形はみかんに似ているよ。果皮は熟すと黄色になるけど、基本的に未成熟かの緑のものを使うんだ。味は強い酸味と爽やかな香りがあり、料理にかけることでとてもさっぱりした味になるんだ。焼きサンマとかがおすすめだね。それはさっぱりしてめちゃくちゃ美味しそうだね。